日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。女性の活躍シリーズ第3弾はバスの運転手さん。というわけで路線バス運転歴4年目の福島元美さんにいろいろお話聞いたぞ。福島さんがこの業界に入ろうと決意したのは高校3年生の時なんだって。通学路で1台の観光バスが私の目の前を通り過ぎました。その時にバスの中でバスガイドさんがすごく印象に残っておりまして、次の日私はバスガイドになると学校で宣言をしました。最初はバスガイドさんだったんだ。でも小さい時から路線バスはよく利用していたので、すごいなすごいなと、いつか運転したいと思ってはいました。そっか、バスの運転手は福島さんの憧れの職業だったんだ。毎日本当に楽しく仕事しています。一人一人必ず声をかけるように自分でも心がけています。降りる時に逆に頑張ってねとか、ありがとうとか声をかけてくれて、それがもうお客さんのために私ができることを頑張ろうという、そういうやりがいにつながってます。バリトンさん、県では県内の経済団体と行政などが一体となって女性が活躍できる環境づくりを進めていくために、平成27年に秋田女性の活躍推進会議を立ち上げたんですよ。福島さんのように意欲と能力に応じて女性があらゆる分野で活躍できるように、官民一体となってさまざまな取り組みを進めていきます。運転が終われば車内の清掃が大変だ。家族の理解と、あと会社の運転さんたち本当に助けられてありがたく思ってます。いつまでもバスと関わっていたいと思います。福島さんに憧れてバスの運転手さんになった女性もいるそうですよ。輝いている女性って素敵だな。ネクストインフォメーション。12月1日に秋田市で犯罪被害者週間県民の集いを開催します。犯罪で長女を亡くした遺族による講演や中高生の作文朗読、命のメッセージ展などを行います。入場は無料、ぜひお申し込みください。県立図書館では12月9日に音楽セミナーを開催します。旅もしくは会期をテーマに7つの楽曲を鑑賞、その曲の背景を学びます。受講は無料ですが、事前の申し込みが必要です。ぜひご参加ください。